こんばんは。今日はですね、はい、ちょっと重大な発表というか、おう、あの金がね、金がね、イクパッドチャンネルは、ええ、登録者が、1988とかね、はいはいはい、イクパッパとかニクパッパとかなるごとに下3桁が988ね、なるごとに記念品みたいなのをこう、うん、販売してたじゃないですか。一番最初がマスク、1988年、そうそうそう、2番目が2988年で缶バッチ、ね、ああ缶バッチね、やりましたけど、いまだ若干数余ってる疑惑のあるで、その後もだいぶ放置してる、はい、そうっす、ちょっと手が回らないということで、そう、ニクパッパ、シクパッパ、ブクパッパ、ブクパッパ、ナクパッパ、ナクパッパまで5000人分ぐらいを通過してますね。なのでちょっとこの際もう一気にまとめてドカンとやりたいなということで、お、青黒スタジオさんに協力していただくことになりました。はい、ありがとうございます。何に出しましょう今回。今回は今までその浜さんとか、はい、あの岩谷さんとかがチャンネルの中で着てたイクパッパのロゴとかが入った青黒スタジオとのコラボのウェアっていうのをグッズとして初めて販売させてもらおうかなと。叩き方、うーん、僕何枚ももらって、普通に青黒スタジオのやつ、そう、もうほんまに、うん、ほぼ毎日ぐらい着てるんですよ。だし結構過去の VTR とか見ても、はい、もう結構着てるよね、ずっと青黒スタジオって書いてあるよね。しかもそれに、うん、イクパッパってこうロゴをね入ったバージョンあしらったやつ。そうです、あの今まで一般販売は入ってなかったんですけど、あ、なるほど、あの演者さん用に入れてたやつ、そう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 、あ、それをなんと販売しようと。これどこで？今回、通常で販売してもあんまり面白くないので、今回初めて、はい、あのクラウドファンディングの形で。ああ、面白いですね。クラファン？これ浜口さん、クラウドファンディングって何かご存知ですか？あの、なんかあれですか、クラウドファンディングでしょ？いやいや聞き慣れない方かな。クラウドファンディングはクラウドファンディングですよ。で、まあ、あのいっぱい来ていただいてて、はい、あのブランドのこともチャンネル通じてあの認知してもらったところもあるので、売り上げの半分を、イクパッパの活動に当ててもらうと。いいんですか？マジっすか？もうこれがもうたまればたまるほど、はい、いい機材が使えることもあるし、アレもいけるし、そう、あのホームの電池感染も増やせるしっていう、うわ、じゃあみんなでこう作って、あの単純にこの商品がね、あの、うん、売買じゃ面白くないんで、なるほどなるほどなるほど、みんなで見える化して、あのどんないろんなことを今後していける活動資金にこう当ててもらうと。激アツやん。あの本来思ってるクラウドファンディングはいくら、うん、目標金額があって、この金額が貯まったらこれを使って何かしますみたいな、ね、はい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 、イメージですけど、はい、いや、そうとはなくて、そう、今回は、まあ、いわゆる返礼品というか、うん、リターンって言われるような商品は、はいはい、1人から発生するクラファンなんですよ。はいはいはい、あの一応目標金額は設定してるけど、それに行かなくても、あの購入してくれた人には確実に商品は届けます。そのなるほどなるほどなるほど、そうそう、あ、じゃあとにかく買えば届くと。そうだから、あのもし一人しか買う人品買っても全然お金も発生するし、はいはい、商品も渡せるっていう。なるほどね。一応これがページになってて、すごいね、すごいな、これ見たことある。こういう形式で、まあ、今何人が購入支援者がいて、はいはい、それが、いくら今売り上げてるよっていうのは、はいはい、これもう、はい、もう公開されるような。公開したらな、すぐ計算するからね。まあされるよね、今いくらですよ、 50% なんでいくら入りますよって。いやだけど、まあまあでも、そう、これマジで額増えて毎日見ちゃいますね、そのページ。いや、毎時間見るよな。ちょっと見て。うわ、売れてる売れてないか分かるから。何種類くらい？いや、結構用意してて、例えば T シャツ、はい、コラボの限定のハット、かけたハット、ロンT、あとオーバーサイズの T シャツ、いいやん、これ欲しい。あとはよく着てる、よく着てる、これも着てる T シャツと、うん、ロンTのそれのでパーカーぐらい、めっちゃ種類ある。結構種類はあるのよ。なるほどね。じゃあこれ逆にもうこれ全買いとかもありと思うんですよ。あ、もう全買いしてもらっても全然大丈夫。で、一応まああの写真とかいろいろなんか詳細とかこう撮ったやつ。確かに前撮った。これ何に使うねんって写真撮らされたんですよ。うん、ベランダで。うん、俺撮ったやつ。そう。そう、まあこう一応着画とかも見れていろいろ見れますよと。モデルっぽいモデルの写真、モデルっぽいの、はい、これが、この
動画が出たタイミングで、はい、まあ、このサイト、なるほど、オープンになるんで、じゃあ概要欄にこの URL を、そう、あの、買ってもらえるようになるんで、なるほど、まあ、まあ、一応写真では見れるんですけど、あの大阪のみそぎの1週間後に、はい、締め切りになってて、1ヶ月間ぐらいあるんですよね、だから販売期間、そうですね、ちょうど1ヶ月ぐらいかな、まあ、そうね、なるほど、で一応大阪のみそぎでサンプルというか商品陳列して並べてもらって、実物なるほど、もう一応見れるようにするんで、ちょっと悩んでるって人からはぜひ大阪のみそぎ行ってもらって、うん、はい、そうですね、実際見てもらって選んでご覧いただけるっていう、もうモーターショーの感じですね、だからほんまやね、ほんまに物はほんまにいいんで、これ、あの来てもらってるから分かる、めちゃめちゃいい、ほんまに、あの買ってもらってる方も何人かいる、丈夫だし、うん、はい、ちゃんと作ってるんで、もうペラペラのやつじゃないんで、全然、そう、まあ、分厚いですよ素材、結構オンスっていうんですか、分かんないですけど素材とかもっていうのをちょっと今回やろうと、なるほど、ありがとうございます、不眠症何枚買ういや、あのここに不眠症おる説明してないまま不眠症に聞いてということで、うん、一応もうこの動画がね、うん、アップされてる頃には、はい、もうこれ買える状態になってますんで、概要欄の方に、はい、概要欄リンク貼って、あの一番上にリンク貼ってますんで、買う買わへんは、うん、まあ、あの、まあまあ、後にしてね、まあね、まず一度そのページをね、はいはい、見てみてはいかがでしょうかでもし気になるなと思ったら、もし大阪のライブに来ていただければ質感とか見てもらって、はい、それで実際選んでいただけると幸いやな、ありがとうございます、うん、と楽しみにできましたわこの1ヶ月、まあ、これもちょっとまた報告会もしましょう、そうです、ええ、じゃあ皆さんよろしくお願いします、お願いします。